東シナ海、また南シナ海など、国際情勢が一段と厳しく複雑になっている、その中にあって、今回マルコス大統領、アンワル首相と、二国間関係のみならず、地域や国際情勢等についても意見交換を行いました。法の支配に基づく、自由で開かれた国際秩序を維持、強化し、そして人間の尊厳が守られる世界を目指していく、こういった点については両首脳と認識を一致し緊密に連携していくことを確認したことは意義あるその会談であったと思っています。その中で特にフィリピンとの間では初となる OSA ですとか円滑化協定、RAA の交渉開始、そして海上安全保障能力向上など、具体的な進展が見られました。これについては着実に進めていきたいと思っています。そして12月に東京で日 ASEAN50 周年の年にあたって特別首脳会談会議を予定しているわけですが、その会議に向けての日 ASEAN の協力強化、これについても確認をいたしました。12月の会議においては新しい時代に向けた日 ASEAN のこのビジョンを発表したいと考えています。こうしたビジョン発出に向けて引き続きフィリピン、マレーシアをはじめ ASEAN 各国首脳とも緊密に連携をし協力を続けていきたいとこのように思っております。以上です。続いて NHK 田尻です。イスラエル・パレスチナ情勢についてお伺いします。ハマスによる大規模攻撃から間もなく1ヶ月となります。その中で緊迫した情勢続いています。この週末には上川外務大臣がイスラエル・パレスチナ双方の外相と会談しましたし、今週は G7 の外相会合といった機会も控えています。そうした中で現状最新の情勢どう総理として捉えているか、また事態の沈静化に向けてどう取り組むか、この点お聞かせください。はい、まず現地の情勢は、一般市民の人道状況 を含め大変厳しい、そして予断の許されない状況にあると感じています。深い懸念の思いを持って注視をしております。この週末ご指摘のように上川大臣がイスラエル、パレスチナ、そしてヨルダン訪問し、各国要人との会談において日本の立場を伝えると同時に人道状況の改善、そして早期の沈静化、こうしたことを直接働きかけを行いました。また G7 外相会合も今週予定されています。そこで突っ込んだ意見交換が行われること、これを期待したいと思っています。私も今回のそのフィリピン、そしてマレーシア訪問において、両国首脳との会談において、イスラエル、そしてパレスチナ情勢について、取り上げ、意見交換を行いました。日本としては、この現地の情勢、刻々と変化をしています。この変化の情勢の変化、これをしっかりと把握しながら、一刻も早い
その人道状況のこの改善を目指して、一時、人道的、休止ですとか事態の早期沈静化に向けて各国と協力していかなければならないと思います。これから、予定されているさまざまな国際的な政治日程、これの中で日本として各国と意思疎通を図りながら事態の沈静化、一時休止に向けて、この貢献をするべく努力をしていきたい、このように思っています。最後、共同通信の前田と申します。はい、CTBT に関してお伺いをいたします。はい、ロシアで包括的核実験禁止条約の基準を撤回する法律が発行いたしました。総理の所見とですね、核兵器のない世界の実現に向けた今後のアプローチについてご見解をお願いします。はい、ご指摘の、ロシアの動きについてはすでに SNS で私の考え方を示させていただいておりますが、ロシアの今回の CTBT 批准撤回、これはCTBT のこの発行、促進に向けてこれまで国際社会が長年にわたって努力をしてきました。こうした努力の積み重ねに逆行するものであり、極めて遺憾であると考えています。核軍縮をめぐる情勢、極めて厳しい状況にあると認識をしていますが、だからこそ、被爆地出身の総理大臣として CTBT の批准をはじめとする現実的かつ具体的な取り組み、実践的な取り組みを進めていかなければならないという思いを新たにしています。核兵器のない世界に向けて、引き続きさまざまな国際条理の場、あるいは会議の場、あるいは二国間関係を通じて、この日本としての立場を、働きかけていきたい、このように思っています。以上です。大丈夫ですか？